Hello and welcome back. I'm still recording ahead. Last episode, the peace treaty is being discussed, and we learned about a previous battle between Wales and Dalmor, which is kind of where Gawain made a name for himself, and it was pretty cool. Also, I finally unlocked a battle. I can finally start working towards event trophies. Okay. Anyways, let's get started with chapter 4 here. Gawain is not about to forget what transpired in the past. He stares daggers at Aglovale. Florence keeps her thoughts to herself as she watches her younger brother confront Aglovale.言い訳にしかならぬが、当時の我は国を離れていたゆえ、戦のあらましは伝え聞いただけだ。そして我には、あの戦について不可解に思っている点がいくつかある。龍脈の使用だけが目的であれば、ダルマワとは刃を交えずとも良好な関係を築けたはず。 Aglovale, almost accusingly, looks in the direction of Archduke Highland and Pete. だが、きっかけはどうであれ、一方的にウェールズが軍を仕掛けたのは事実だ。そのことは詫びよう。それと、同盟を破棄されたこととは別だという前提は当然あるが、俺はダルモアを守りたい。 A collective gasp escapes the mouths of the delegates upon seeing Gawain's solemn bow of contrition. ならば我も同盟締結を実現するため、いくつか条件を求める。まずは、 我が軍とたった一人で渡り合ったガウェインの力を、ウェールズの有事の際に貸してほしい。その代わり、ダルモアの有事の際は、ウェールズ軍を帰国へ派遣する。それでよいか、ハイランド公王。ああ、もちろんだとも。願ってもない話だ。では次の条件だ。同盟締結をする前に、 ガウェインに一つ我の依頼を受けてもらう。依頼だと。先ほどランスロットも話していたが、ここ最近謎の結社が妙な動きを見せているらしいな。しかも噂の出所の多くはダルモアだ。ウェールズでの調査は限界がある。
その調査をしてこいというのか。なぜ俺に。貴殿の悪名高さゆえだ。九段の戦いもあり、ウェールズの者もガウェインと聞けば身構えるわ。汚名を注ぐには水も色を。ウェールズに献身し、その心中を我が民や臣下に示せ。Silence follows Aglovale's stern speech, for the delegates are too taken aback to speak. 今日のアグロバルさんはやっぱり厳しいですね。まあ、ガウェインの改心は噂でしか伝わってないだろうし、自分の目で見て判断したいって気持ちもわかるけどな。Yeah, that's fair. 私から申し上げてもよろしいですか？Tor raises his hand, perhaps seeing a chance to soften the tension. 実はこの条件、私が提案したことで、ガウェイン様のことを知るのも目的の一つではあるのですが、一番は我々が結社の情報を欲しているというところに尽きるのです。結社がここにいる三国のどこの国にも属さぬ組織の場合、今後結社が三国にとって共通の敵になりうる可能性があります。そのためにも情報は集めておきたく。そういう側面があることは我も認める。なんだよ、信頼とか言っておいて本当は三国全部のためになることを言ってたんじゃねえか。Yeah, Aglovale. 陛下、今一度ガウェインの意思を尋ねてみてはいかがでしょうか。ああそうだな。ガウェイン、ウェールズ側はあのように言っておるが、お前としてはどう考える？この際相手の真意は関係ありません。提示された条件で信用を勝ち取れるのであれば安いものです。では交渉は成立だな。 Aglovale returns to his seat as if to signify the end of the current round of talks. 三国の同盟にはまず信頼からか。この場で話すべきことは他にもあるのかもしれないな。陛下、先日申し上げた件についてこの場で尋ねてもよろしいでしょうか。そうじゃな、わしもずっと気になっておった。 With the king's approval, Lancelot proceeds to carefully question Aglovale. 俺は以前、パーシバルから貴殿がウェールズ城の地下に構えていた隔離屋の研究室を閉鎖したと聞きました。だからウェールズのことを信用していないとか、そんな話をしたいわけではありません。関係性を確かめたいんです。協力してもらえるでしょうか。話が読めんな。何が聞きたいのだ。では単刀直入に聞きます。貴殿が所持していた隔離用の力の出所について知りたい。以前フェードラッヘを脅かしたイザベラは隔離用のものを呼び出す魔法を使用していた。その時イザベラの近くにはガレスというウェールズの患者が控えていた。そしてウェールズでは少し前まで隔離用の鍵を孵化させるための研究が進められていた。要するにイザベラとガレスが使っていた魔術がウェールズからもたらされたものかと聞きたいのか。はい、隔離用の存在というのはおいそれと呼び出せるものではないと考えます。ふん。それについてキレンの推測している通りだと言う。だがウェールズ家が隔離用の研究を始めたのは我が父親ガハムレットが当主についてからだ。ではウェールズ家は
父君の前の代から隔離用の研究に入れ込んでいたわけではないんですね。そのはずだ。我の知る限り父上のみ。では父君はどこで隔離用にまつわる知識を得られたんですか。あいにくだが我もよく知らん。ある時期を境に父上は隔離用にまつわる書物を手に入れ始めた。禁書と呼んで差し支えないあれらをどこで入手していたのか、以前より我も疑問に思っていた。真相はわからん。今思えばグンターが竜を操る術を得たように誰かの入れ知恵だったのかもしれんな。なるほど。貴重なお話を聞かせてくれたことに感謝します。構わない。同盟を結ぶ以上互いの疑念は晴らしておくべきだろう。Lancelot bows and withdraws. では、当面の指針は決まったな。三国の同盟締結はガウェインによる結社の調査報告を待って改めて行うということで問題ないか。ああ、問題ない。ではこれにて会談は終了とする。 No sooner has King Carl spoken than a palpable weight lifts from the shoulders of everyone in the throne room. ガウェインよ、大義であった。そなたを会談に同席させて正解だった。ええ、それならばよかったです。では陛下、我々も参りましょうか。 Florence escorts Archduke Highland out of the throne room. 団長、俺たちも帰るぞ。でも全員のことを知っててもさすがに疲れるもんなんだな。私たちは座ってるだけだったのに緊張でなんだかすごく疲れちゃいました。Cursor and company are the next to follow Archduke Highland out of the room. くそ、ここでも英雄はガウェインなのか。Oh, shut up. どいつもこいつも俺をコケにしやがって、辛抱ならん。今に見てろよ。Left behind by the other delegates, Pete and his little temper tantrum go unnoticed. Yeah, dude, have you maybe considered that you're just, like, not heroic? And that's why people don't think of you as a hero? Like, what you're doing is not heroic. Cursor and the others arrive back in Dalmor after the conference. Without wasting any time, the crew gears up to investigate the Shadow Group, intent on fulfilling Aglavale's request. 本当に私は行かなくてよいのですか？単なる調査だろ。何をそんなに心配している？第一、お前はダルモアの魔導士団長なんだぞ。市場で動けば国の迷惑になる。それは、そうですが。大丈夫だ。あの時と状況が違う。何より今回は団長たちも同行してくれるからな。ガウェインは大事な姉ちゃんを危険な目に遭わせたくないんだろ。うん。だから安全な場所で待っててほしいんですよね。貴様ら、それ以上余計なことを言うなよ。Okay, you tsundere. Gawain, 私は最初からあなたが私を気遣ってくれていることくらい。フロレンスまで。Oops. だからこそ心配なのです。
派手な動きはしていないとはいえ、相手の素性は不明なのですから。ご心配には及びませんよ。文字通り一騎当選のガウェイン様にかなう者などそうそういないでしょう。そこへ団長様たちが加わる。国の防御をおろそかにする方が心配だという意見には私も賛成です。なぜ貴様がダルモアにいる？あれ、ガウェインは聞いてねえのかよ。調査の助けになるようにとアグロバル様が父様を派遣してくださったのですよ。ウェールズの名にかけて精一杯皆様のサポートをさせていただきます。要するに俺の監視役か。せいぜい足手まといにはなるなよ。父様、団長さん、皆さん、こんな弟ですが、ガウェインのことをどうか頼みます。それよりピートはどうした？あいつも調査隊のメンバーに入っていたはずだが。あ、ピートさんならガウェインさんが来る少し前に。お前らガウェインの仲間だったな。今日の調査のことなんだが、絶対に外せない急用ができてな。Urgent business. AKA you just don't want to help. Because you're definitely part of the group we're investigating. ガウェインには今日の調査には行けなくなったと伝えておいてくれ。それじゃあな。って言って帰っちゃいました。ならば放っておけ。準備ができたなら出発するぞ。皆様気をつけて行ってらっしゃい。行ってくる。All known information about the group is a patchwork of clues at best. Rumors of their base being nearby sound highly unreliable. In the meantime, the team plans to stake out a suspected hot spot frequented by said conspirators. They start walking. I see. この声はもしかして。ちょうどよかった。団長さんたちを探してたんだよ。ルーソル、こんなところで何をしている？この辺りの魔物はかなり凶暴だ。護衛もつけずに来るなど自殺行為だぞ。Oh boy. あ、もしかして心配してくれてるの？やっぱりガウェインってなんだかんだ言って優しいよね。わざわざくだらん軽口を叩きに来たのか？ってそうじゃなかった。聞いてよ、大変なんだよ。大変って何があったんですか？宿屋のおばあちゃんが変な奴らに捕まっちゃったんだ。お願い、みんなおばあちゃんを助けて。I don't trust this. おい、詳しく説明しろ。捕まったとはどういうことだ？実は昨日おばあちゃんと。失礼ですが、この方と皆様はどのようなご関係で？ああ、こいつは旅人のルーソルだ。少し前に猫探しの依頼をしてきた、ただの依頼者だ。That phrasing, a Lusor. I don't think the Japanese sounded like that. Hold on. ああ、こいつは旅人のルーソルだ。少し前に猫探しの依頼をしてきた。Yeah, no. It's just a weird translation thing. ただの依頼者だなんて白状だな。僕が依頼をするまで誰にも相手にされなくて泣いてたのにね。この通り、いちいち勘に触る嫌なやつだ。
ところで新顔の君は誰？ガウェインとどんな関係なの？あ、団長さんとこの団員さん？ご挨拶が遅れて申し訳ありません。私はトウと申します。団長様の気空団の団員ではありませんが、強いて言うなら私もガウェイン様への依頼者でしょうか。へえ、相変わらず依頼ばっかり受けてるんだね、ガウェイン君は。おい、ルーゾル、おばあちゃんの件はいいのか？ああ、そうだった。実は昨日のことなんだけど、僕とおばあちゃんは森に野いちごを取りに行ってたんだ。でも途中で大雨が降ってきちゃって、僕とおばあちゃんは雨宿りしようと偶然見つけた洞窟に入ったんだけど、そしたら洞窟の奥に隠し通路があって、その通路を抜けた先に怪しげな施設があったんだよ。This is too convenient. そこが結社の拠点だって気づいた時には手遅れで、僕はなんとか逃げ出せたけど、おばあちゃんが捕まっちゃって。This is way too convenient. 結社だと？うん、あれは間違いなく噂の結社の施設だったよ。うぅ、災難でしたね。おい待て、貴様はそこが結社の施設だとなぜ思ったんだ？え、そういえば確かになぜって言われたら勘？ You're so bad at this, dude. 勘なのかよ。うん、なんか大きな水槽で変な生き物を育てたりしてて、明らかに怪しかったからさ。本当は一刻も早くおばあちゃんを助けたいんだけど、誰にも頼れなくて困ってたんだよ。そういうことならなぜ騎士団に相談しない？去り際に言われたんだ、騎士団に拠点の場所をバラしたらおばあちゃんを殺すって。その場所を秘密にするために脅されたってわけか。でも団長さんは気空士だし、ガウェインは今は正式な騎士団員じゃないんだろ？だから団長さんたちなら相談しても騎士団を頼ったことにはならないのかなって。分かったぜ、そういう事情なら任せてくれ。オイラたちも結社の調査に来てたし、拠点の場所が分かるってならこっちも助かるぜ。え、そうだったの？君たちも結社の調査に来てたのならちょうどよかったよ。 Yep, total coincidence. 洞窟の場所は大体覚えてるから案内するよ。僕についてきて。あ、待ってください。 Lusor takes off running, beckoning the crew to follow, which they do. どうした？いえ、タイミングが良すぎるとは思いませんか？ Yeah, 100%. タイミング？人さらいのことか？はい。今まで誰一人として結社の拠点を見たことがなかったのに。正体不明の組織なんだろう。人さらいくらいしても俺は何も疑問に思わんな。それもそうなのですが、俺は同盟を締結させるために何が何でも結社の情報を得たい。嫌なら貴様はここに残れ。いえ、私はアグロバル様より調査に協力するよう仰せつかっておりますので。だったらうだうだ言わずについてこい。単なる思い過ごしなら良いのですが。Because the hesitant Tor lags behind the other pursuers, his frown goes unnoticed. Lusor guides them deeper into a forest.The trees stop at the foot of a cliff that features a gaping black hole in its side. この辺りは
前に魔物討伐で訪れたことがあるが、あんな洞窟はあったか。記憶違いでなければ、ここは龍脈が通るすぐそば。魔術研究には最適な場所ですね。あの洞窟の中の施設に宿屋のばあちゃんが捕まってるってのか。うん、おそらくだけど。 A shriek of anguish exits the cave and cuts him off. この声はおばあちゃん。Lusor's face turns ashen. He sprints towards the cave without another word. A monster in the brush stares at Tor, eyeing its potential prey. 流脈の影響か。この辺りの魔物は凶暴化していますね。もはや選択の余地はないようですね。話せ、話せよ。大変だ。ルーソルが結社の奴らに捕まっちまってるぜ。Cursor tries to save Lusor, but unknown soldiers stand ready to cross swords with the captain. 邪魔をするな。Gawain's pole axe dislodges a soldier's helmet, and Gawain gasps when he peers into the face of his enemy. こいつは。おそらくはアンデッドだとバレないように鎧でカモフラージュしていたんでしょうが。問題はなぜ鎧を着せていたか。アンデッドだとバレたくなかった理由は何なのでしょう。考えるのは後だ。さっさとこいつら倒してルーソルを助けるぞ。Cursor and Gawain join forces to dispatch the armored dead. The search for Lusor takes them deeper into the cave. ルーソルさんはどこに消えたんでしょうか。それほど時間は経っていないはずだ。どこかに隠し通路でも。奥に風が流れていますね。見てください。ここのせり出した岩陰に奥へ続く入り口がありますよ。行ってみようぜ。俺が先に行く。貴様らは後からついてこい。ありがとうございます、ガウェインさん。ガウェイン ducks into the hole, followed by the rest. やはり妙です。何かが引っかかりますね。Yeah, totally. The rescuers emerge into an open area. なんだ。Summoning circles are scrawled all over the walls. They suddenly begin to emit an ominous light. God. The light forms a wide circle around the team, cutting off their retreat like a wall of flame. これは? Gawain pokes at the light barrier with his pole axe. 弾かれただと? いや、ここまで計画通りに動いてくれるとは。思わなかったよ。Finally! 本当にありがとね。He's finally here! A familiar voice echoes throughout the space. On the other side of the barrier, Lusor struts into view with a delighted smile. Come on, come on, dude!
Come on. Ah. ルーソル様、あなたは一体。Well, I guess we'll have to wait until next episode to see what I'm so excited for. All right. See you next time. I'll still be recording ahead, so...